はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ中世編オールステッド、敵が出た魔王城ですね。続きをやっていきます。あれ、なんかドラゴン系が左じゃなくて右下にいっぱいいんな。弱点はホットビートルとかっていたっけ。あ、しまった、ハンマーパワーレジストかなんじゃねえかよ。ちょっとどうしようかな。ブルースコールがためが多いんだよな。サンクチュアリを、一歩下に動いてサンクチュアリをやるか。火炎放射なんか戦士系は効かないし、しかも反撃してるし、ナイス、いいね。でレッサードラゴンは水弱点か。何、これもダメか。スピンドル、うん、まあ普通ここら辺飛ぶ。ドラグノン、ドラグノンそんなに飛ぶ高くない。引き裂きスピンドル、いいね。反撃あるのやっぱいいよな。どっかやっちゃったし。ブルースコール青き嵐、叫び轟け。溜めた割には弱い。ハンマーパワー残り55、よし、オッケー。レベルアップ、上がる上がる。スピンドル覚えた。やったぜ。こんなところか。もうこいつは物理攻撃力上がんないなってか、物理攻撃ないからね、そもそも魔法しか存在しない。で、新しきフロアに来て、おお、宝箱大丈夫か、取ってこれ。ソロモンの骨、なんか怪しいやつでねえだな。無限使用可能、精霊を操る魔導士を呼び覚ますって何。敵を吹き飛ばす、なんか強いのか。でも、ま、無限に使えるっていうのが謎だな。聖水って何。エリア内のヒットポイント大回復、状態超回復、いいね。ユニコーンホーン、なんかすげえいいのあんだここ。あれ、ユニコーンホーンって超回復、これなんか一回使わなかったっけ、間違えて。あんまり回復量高くなかった気がするんだよな。よし、じゃあもらうもんもらったから、今度は右に行こう。おお、ストローちゃんがいっぱいいる。ハンマーパワー倒せる。よし、ネバネバ駅。あ、なんか毒ってんな。ブルースコール、でもゴッドベースでいいや。早い、まあ、この速さでこれだったら全然いいからね。こいつの方が先だったか。いいね、反撃、反撃でこれだけ与えられるって。もう一回スピンドルやろう。いや、マジで見ろよ、ストレイボー溜まるのが無駄だ。ハンマーパワーでこれ倒せるでしょ、うん。ゴール、いや、うん、まあ発動すればねっていうのはあるけど、いかんせん発動までが長すぎる、栄翔時間が。では右から、
バランス的にはまあチームはいいよね。戦士タイプ、主人公は勇者じゃないから。でここで勇者を引き継ぐのかな。ハッシュが死んでかわいそうだけど、でも死んで勇者になったところでさ、別にギガデイン覚えるとかゲッミスった、そういうわけじゃなさそうだしな。シルバーフリーズ基本に戻ろう。全然十分じゃんこれで。早くね。うわ死んだ、先にこいつが死んだ。じいさん敵は取る。いや早い、このドラゴンマジで。さすがドラゴンというだけあって早いけど、スピンドルの餌食だ。じゃあこの二人さ、前線に出してた方がいいな。反撃で倒してくれっかんな。もうウラヌスとハッシュはレベル上がってもしょうがないからね。全然上がんないから。でこっちに出てぽい感じだね。おお、これはあれじゃん、ボスキャラじゃん。戦うのもしかして。これおインコ様なんて絶対無理じゃん。巨大ロボで戦ったんだから。てかさ、中世からするとこれって未来の話だよね。恐竜 ODO はさ、過去の話かもしんないけど、中世と、あ、こいつし、あ、こいつあれマザーボムってこと？マザーコム？だって SF 編なんてどう考えても未来でしょ。ちょっと時間軸がわからんな。魔王、石像だよ。これは勇者発祥僧侶ウラヌス、この私が以前と同じかどうか、その命を持って知るがよい。いや、こっちだって今4人だ。数の暴力、思い知るがいい。魔王、なんかすげえモンスター系の魔王だな。ムーンダウンは無理だな。まあ、ハンマーパワーがいいんだろうな。弱点は特にないし、てか光で耐えてるんでしょ。お、いいね。なんかわめいてるけど、敵を弱体化する。これちょっと使ってみるか、せっかくだし。で、まあ、回復役なんだろうなウラヌスは。でも暇だし。死魂にまどろみ魂の迷い子となる。お、下がった。ソニックブーム、うわ強っ。じゃあ反撃するけどさ、やばくねえか。なんかなんか伝説の技とか聞く、これ。ちょっと頼む、もう今一度伝説の技を。サンクチュアルか、入んなくね。もどっか行っちゃったからね。聞かぬかっていうか入ってないよ。どうする、ヨッシュアの身だったら。あー、ちょっと自分だな、まず。999、めちゃくちゃ回復するんだ。頼む、魔王を倒した技、よく倒したな、ハッシュ。これすげえ。バリアバースト、
うわー、一発で殺された。あ、でもめちゃくちゃ下がったな。これマジでこんなもんとか何なの。ユニコーンホーン使うか。もう魔王戦だしな。これを使え。宇宙とかさ、回復量がしょぼすぎんだよ。いや早い。うわ、いや新たなる勇者の力見せてやる。マジでどうしよう。2ラウンドライブってね、反撃戦を貸そうか。後回し眠らせる。いやスピンドルしかないわ。今8レベルでしょ。ここに行って、いや神の祝福がエリア内か。中回復しときたいな。ハッシュ勇者の力を見せてくれ。まだだ。ありがとう。では弱体化だな。とりあえず弱体化させよう。もう一回行くぜ、デストレイル。後ろ向いてるからか、結構当たんな。ソニック分の方が早かったか。おお、下がってるからいいね。その隙に後ろを切る。勇者らしからぬ。勝てば冠軍。魔王よ、それ面白いがいい。いや、ハッシュの力だ。さすが魔王を倒した技だてではない。これ俺たち2人だったら無理だったな。何にもできなかった多分。幻影か何かか。魔王ではない。こんな強かったのに。こんな魔王でもない雑魚相手に。いやいやいや、強かったよ。どうしたハッシュ。しかもハッシュ、お主。うわ、勇者ハッシュが聞いて呆れる。これが臆病者になった者への報いか。これさ、なんかこいつ永遠に血吐いてるけど大丈夫。このまま放っとくと血を吐き続けるんだけど。奴は魔王ではないと。真の魔王はあんなものではない。いや無理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 、勝てないよ。では姫は。ハッシュ、お主病を患っておったな。そんな体でなぜ来たのだ。いやお前が焚きつけたんだろ。おい、ちいちい大丈夫マジで。私は老いたりとはいえ一度は呼ばれた人間だ、勇者と。ハッシュ、少しは勇者らしい最後を迎えられそうだ。この剣はお前が使え。ブライオン、受け継ごう勇者の力を。姫はお前が助けに来ると信じている。信じてくれる者が一人でもいる限り、その人間を。
しかし姫は一体どこに。なんか紋章が反応した。いかん、ここは危険だ。早くここを出るんだ。とりあえず装備しとこう。受け継いだものだけ。もともと何だったのこれ。熟練の剣士が使った剣から伝説の剣ブライオン。ちょっと一応お任せ装備にしとこう。悪夢のヘルメット、これちょっとやだ、それはやだ。アイスヘルムだな。死んだ人間に構ってる場合か。俺たちも死ぬぞ。怒られちった。ひどいストレイボー。おマジか。え、どういうこと、どうした。落盤で塞がってしまった。これはこれで気になるよな。これ敵出る。ストレイボーいなくなったらかなりやばいぞ。この状況で敵出たらだって脱出できないもんね。来た道をただ帰るだけか。じいさんと二人で。いや帰るだけだな。道が分からん。こっちじゃなさそうだ。こっちから来たっけ。アイテムとか無視して一直線で来れば、まあ、それなりの距離っていう感じかな。行ってない部屋多分ないから大丈夫だと思う。どこまで行けば安全なの。もうここ安全じゃないの。これどう来たっけ。いや意外に長いな。魔王城これで。あれなんか邪悪な風が吹いてた気がするけど気のせいか。魔王山入り口。え、どこまで戻るのこれ。とりあえずお城に戻ればいいのかな。二人を犠牲にして、犠牲にしたわけじゃないけど犠牲になったんだよ。俺とじいさんだけが生き残ってしまった。勇者ハッシュは紛れもない勇者だった。それを伝えよう。そしてストレイボーも逃げ遅れてしまった。あれどこだこれ目的地。城でいいんだよね。こっち勇者の山か。そういやなんかショートカットできそうだったよね、川行けば。あれってか姫は、そうだ姫はだよ。なんとハッシュ様ストレイボーのことは触れない。え、みんなどうなの。ハッシュ様は魔王なの。お友達はどうしちゃったの。死んだよ。ハッシュ様、みんなハッシュの方があれなんだな。あ子供たちはオルステッドのことを心配する。オルステッドじゃねえや、ストレイボー。同じことしか話さなそうだからいいや。いやそれより姫も気になるよな。
ってか、なんで姫をそもそもさらったんだろう。そして真の魔王でもなかったんでしょう。実はもうめっちゃ当たり前のように話すな。そうか、勇者ハッシュもストレイも、しかし真の魔王は一体どこに。いや、最悪アリシアはすでに取り乱してすまん。そなたらも左の部屋で休んでくれ。おい、深い。そなたら、あの勇者、そうだ、いるではないか。新しい勇者が、そなただ。姫を頼みますぞ。いや、本当に勇者頼みだな。そりゃハッシュが人間嫌いになるわ。ちょうど2つベッドがある。これ4人で帰ってきたら全員寝れねえじゃねえかよ。これが魔王か。いや、よくわからん。あれ？ストレイブを乗っ取られたか、魔王に。ウラヌス、足を許してくれ。いや、だがお前のおかげで最後に勇者として目覚めた。うお、いる。調べる、後ろから調べよう。けえ、戦闘になった。後ろ取ったぞ俺、魔王。いや絶対こいつ何、マジでスピンドル。いや、なんだ、げ、はめられた。いっぱい人が来るよ。いっぱいは来なかった。陛下、俺じゃない。すも、陛下を皆の者、出会え出会え。どうされました。3人しかいない。あ、来た陛下。夜勤組か。そなたが陛下を、なんということ。もしや勇者ハッシュもストレイボーも皆そなたが。いや、こいつはめられてるな。魔王、戦闘のさっき喋ったやつは魔王の手先だ。魔王だ、貴様は魔王だ。何事じゃ。
やつも魔王山から生きて帰ってきた。では貴様も魔王の手に。な、何？じいさんは取り囲むのに、オルセットは歯向かってはならん。黙れ。わしなら心配いらん。逃げるのだ。正体を現したな。バカ者、早く行かぬか。とりあえず王様調べよう。本物のルクエチア王が。バカ。また怒られちゃう。なんか俺すぐ怒られる。お前大臣し殺す。命ばかりを助けろ。さっきまであんなに息巻いてたのに。いやこれは完全に魔王にしてやられたな。今何時くらいなんだ。ちょっと夜明けが近い感じがするな。あれこいつら何やら騒がしかったようですが、一体何が。離れろ。そいつは陛下を殺した魔王だ。急いでジョーカーにも死なせるのだ。やはり情報戦だな。情報を制する者が勝ちを制する。魔王。しかし最終的には棒の力だ。悪魔め、このルクレシアから出ていけ。門番は勇ましいな。ルクレチアの森？あ、最初のところか。どこ行くのこれ。マジでどこ行けばいいんだ。おお、敵出るんかい。あれ王国兵、これどうする。なんか倒したらまずくない。逃げられる。一応逃げられるな。経験値も気になるけど、無益な殺生はしない。拙者は無実でござる。とりあえず村へ逃げ込もう。いや違うな、目的地じゃないな。てか村の前門番がいたか。さすがだ。全然もう普通の敵だし。ファミリオの村、ウラルス爺さんの家に隠れよう。これ回収できるんじゃん。普通に回収できた。勇者だって。あれ誰が装備してたっけ。自分で装備してたっけ。あ、装備してるわ。というかマジで行き先がわからん。まあいいか、ちょっとそれは次回やっていきますか。とりあえず魔王倒したと思ったら偽の魔王で、完全にこれ魔王の策略にはめられましたね。ちょっと次どこに行くのか確認して、次回やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。